始まるぞ。どうも、クイズ屋のリンです。本日はですね、アニマギア第7弾、03フォールン、レビューしていきたいと思います。聞くところによると、パーツがたくさん入ってるらしいですね。それで、結構人気らしくて、ツイッター見てたら、なんか難民が発生してるみたいなんですけど、どうなんでしょうね。じゃあ、パッケージこんな感じで、黒と赤っていうね、いかにも、ラスボス感漂うデザインですよね。開けていくぜ！はい。なるほど。おー、確かに、ちょっとパーツ多いかもしれないですね。おー、顔かっこいいっすね。シールはちょっと少なめですね。あとは、あとなんか、また、いろいろな能力の説明ですかね。それと、ガムですね。じゃあ、早速、組み立てて遊んでいくわ！それでは、完成しました。ホールン。ちょっと映えるチックなポーズにしてみました。やっぱりですね、パーツはなかなか多かったですね。で、まず付属品として、今はですね、こういう感じの形状の拳をつけてるんですけど、一応拳がですね、何種類か入ってます。これはなかなかの、プレイバリューの高さの一つでもありますね。よいしょ。で、ですね、まずスタンドですね、結構必須かもしれないです。スタンドがないとですね、ちょっと設置性が、足が結構特殊な形状なんですよ。設置性がどうかな？なんとかなるかもしれないですね。でもちょっとやっぱり浮遊させてる感じが似合うんで、何かしらのスタンドがあった方がいいと思います。可動いきます。ですね。頭ですね。ちょっとですね、干渉する部分があるっちゃあるんですけど、逃がしていけば、こんな感じ。なんとか360度いけますね。これね、いかにもその悪役チックな、この顔の色合いとかいいんですよね。で、ここも塗られてますね。で、ですね。腕。相変わらずこのパーツが結構干渉するんで、うまく逃がしながら、なんとなくこの前レビューしたグレートゼオライマー思い出しますね。あれもパーツがトゲトゲしてて、いろいろ干渉してたんで。足がこんな感じですね。すいません、ちょっと。よいしょ。このかかとのパーツが今取れちゃったんですけど。でもこのかかともなんか、美しいですね。よいしょ。可動はこの二重関節ですね。で、足首が動きまして、って感じです。で、では、ギミックとしてはですね、このパーツを、組み合わせて、ブレードにしたり、あとはですね、何か後ろの後輪にしたりするんですけど、まずはブレードにするギミックからやりましょう。ここに持たすためのジョイントがありまして、外しますと。ちょっと、動き出してますね。で、ですね、この、一応後ろのこの肉抜き穴でどっちに刺せばいいかっていうのがわかるんで。こうかな。で、こんな感じになりますね。血もしてみます。よいしょ。こうですね。まず武器の完成ですね。痛そうですね。そして、せっかくなんで手首を差し替えます。差し替えます。このパーツを外して、拳を取りますね。で、武器を持たせるんで、こっちの拳、おっと。すいません、ちょっと拳、もう変えてしまいました。で、この武器を持たせていきますと、よいしょ。こっちも持たせていきます。よいしょ。よし。ほうほうほう。こんな感じですね。そうですね。ちょっとディスプレイスタンドが
すいません、いつものこれ使わせてください。別売りです。よし、まあディスプレイするとこんな感じで、いやーいますね、もう凶悪感が出てるんですよね。うん、ガオーオメガ負けちゃいそうですよね。もうなんか圧倒的パワーになすすべもなく倒されそうな未来が見えますね。それでですね、説明書に載ってない第3の形態があるんですけど、それやってみたいと思います。まずですね、武器、まあ、最初のモードにちょっと戻す感じなんですけど、あ、そうですね、もうこのまま行った方がええな。このまま後ろに刺しますね。よいしょ。よいしょ。で、こういう風につなげて、で、さらにこの頭のこのパーツもですね、こう、上がるんですよ。こうするとなんかもう、なんだろう、スターゲイザーっぽくなりますね。ジラファイヤー、バスターギアスタンバイ、いけー！プス！ピュッフーン！ピカーン！こう、バリアで弾いちゃう感じで、無傷みたいな。どうした、お前の力はその程度か。なんだと、全力の一撃が効かない。桜ギアをもらっていくぞ。というわけで今回のホールンのレビュー以上となります。なんていうか、難民が出てるの分かる気がします。すっごく出来が良くて、まあ一応あとはガオオメガギアブラストのレビューが残ってるんですが、一応まあこれのガオオメガの色替えなんで、一応この今回のこのこれで4体レビューした中ではおそらく一番出来がいいと思います。なんでまあこれが本当に一番人気なの分かる気がしますね。まあ多分ちょくちょく再入荷していくと思うんで、しかも今回はアスオートが全部均一に2個ずつ入ってるんで、まあ焦らなくても買えそうではあるんですが、ちょっと希望的観測は危険かもしれませんね。はい、とにかくめちゃめちゃおすすめです。で、では次回ですね、ついにこのガオオメガギアブラストのレビューとなりますので、次回も絶対見てくれよな。よし、ではですね、今後とも皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。カイドリンでした、ありがとうございました。賢者タイムなんですけど、一応ね、この前の転倒のダメージ、最初のダメージが100だとしたらですね、今、65ぐらいになりました。まだ、痛いんですけどね、なんとか日常生活、ギリギリこなせるぐらいに回復してきました。はい、まあ、転倒には気をつけてください。で、今回労災扱いになったんで、医療費、タダです。嬉しいです。では。カードショップの元店長が秘蔵のカードコレクションや雑貨をレビューするチャンネルを作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなこいつくらいの気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。